全世界をアニソンでつなぐがテーマのこの番組なんですが、<laughs> 影山さんは世界各地へアニソンを届けに行っていますよね。はいうん、アニソンファンの熱量など、現地で感じられてみていかがでしたか。ああ、そうですね。まあ、あのー、その国々でね。うんうん、ちょっと人気ある作品がちょっと違ってたりも。あ、やっぱりあるんですね。例えば、あのー、初めてブラジル行った時に、うんうん、それこそね。 あの電撃戦隊チェンジマンってすっごい人気だったんですよ。えー、でなんでこんなにあのー、ねえ、はいえ、これ1985年に僕歌ったやつじゃないですか。うんうん、でブラジル初めて行ったのはもう2000年過ぎてたんですよ。えー、なのにもうあのー、何千人もの人が大合唱するぐらいチェンジマン好きでえなんでやろうと思ったら初めてブラジルで、えー、放送された戦隊シリーズが チェンジすごいっすね。ラッキーでしょうだってチェンジマンそんなに思いっきり古いわけではないやん大西から見たら結構古いじゃんっていう。何がもあんだよいやいややいいやでもあのそっから始まったんですよその国ではね。あとねスペイン語圏ではもう「セイント・セイヤ」がめちゃくちゃ人気あってまあ 俺とかあとあのー、初代歌ってたのぶたとか一緒に行くと、はいうん、むっちゃくちゃ盛り上がる。ええー、いいですね。<ー>嬉しいですよね。はいはい。はい、あの皆さんなんか日本語のまま結構一緒に大合唱してくださるっていうのはじゃああれも耳で聞いて覚えられてるんでしょう、うん。うんほと、うんどそうだと思う。すごいすごいすごいっすね。ね。 すごいよねだってサイン会とかすると、はい、日本語のテキストブックとか持ってきて<ー>今あの日本語めっちゃ頑張ってるんですここにサインください、えー、頑張れって書いてくださいとかっていうそうまでさせる力があるっていうのが素晴らしいですよね。